皆さんこんにちは。保護猫ナッツと車と時々先生です。今回は買った人にしかわからないかもしれない ZRV の細かいこだわりについてお話していきます。さて、その ZRV の細かいこだわりとは、ピアノブラックがほとんど使われていないことです。ピアノブラックを使うと高級感が出て内装がとても華やかになります。しかし ZRV 開発担当者はわざとピアノブラックの素材を極力使わないようにしたそうです。ピアノブラックを使うと傷であったり指紋がかなりついてしまいます。スマホ守るくんで守ってる人もかなり多いと思います。しかし ZRV にはそういった手間を少しでも省くためにピアノブラックは指の触れる部分にはほとんど使われていません。今見ていただいたステアリング周りに少し散りばめられている程度です。ドアハンドル周りであったりウィンドウスイッチコントロール、このパネルの周辺には一切使われていません。センターコンソール、スイッチコントロール周りも特にピアノブラックは枠を少し囲ってある程度で、その他には一切ありません。指がしっかりと触れる部分にはあえて使っていないということですね。またこの ZRV 特有のシフトスイッチコントロールの周り、この辺りも本革で全て囲まれています。かなり高級感があります。ピアノブラックを使わなくても汚れも目立たず、とてもいいですね。そしてなんといってもこのシフトスイッチの周りのなんていう素材かわからないこの部分、これ一体何なんでしょうね。プラスチックに何か塗装や加工がされてあるのかわかりませんが、金属ではないのはわかります。この部分の触り心地ものすごくいいんですよね。かなり高級感もあって、サラサラして傷もつきにくい。本当に ZRV よく考えられた車です。今は値段が高くなってしまっていますが、春まではこの ZRV FFZ グレードが300万円台で買えた、このコスパの高さ本当に優秀です。本田さんに拍手です。このチャンネルでは車に関する情報の発信や、かわいいかわいい保護猫のナッツくんの映像ライブ配信をしていきます。車が好きな人、かわいいかわいい猫ちゃんが好きな人、ぜひこれからもよろしくお願いします。グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。